青コーナーマクティ、高校赤コーナーカット。それでは行きましょう。DJ カットマスターカット、レディーファイト。Yeah.最高なビートに上がれて俺も今日もここに残ってきたぜ。立ってるのは間違いこの二本足だから今日するぜ。どうも一人立ちだから間違いないんだけど、ベッドやりたいこと言ってるけどさ、高校選んだらもうまあ後ろの足が逃げてるって証拠。いや成功高校はそういう話バトルで結構聞いたから聞き飽きてるんだ。そういう話じゃねえところが俺は聞きたい。いえわかる、さっきは音にのらりくらり、なんか言葉のライブラリーが聞こうなんじゃねえの。マクティさんもっとやっべえ言葉送れよ。は、小説あるのに答えがない、話にならない。俺はそこが聞きたいだけの話なのに、普段馬鹿んであったら乾杯していいこといろんな話するのに、バトルになったらなんか頭こうやってたらしょうもねえ。そんなことね、ただただもっとやべえ、マクティさんが見たいって言っただけ。いえビーズカフェがなくなってなんか元気がねえ。マクティよもっと元気出そうぜ、もうなくなってんだから先に行こうぜ。俺が岐阜変えていくぜ、愛知だけど岐阜を代表するぜ。うん、見て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 、俺元気がない、うんなわけない、なんだってレッツゲットパーティー、 PV もチェックしていいねって言ってくれたのに、本当の話は全部無視なんて俺悲しい、全ては無視、実況なのにこんな結果すか。ちゃいますちゃいますって分かってんだろうって、いろんな話、あー悲しい、俺もう悲しいことすら楽しいにしていく話、わだち俺踏みならし、岐阜の街にやってきた MC、 もっともっと深い話しようで、マクティさんとやっべえなってな。深い話するけどやっぱり俺たち歌い話、ララ回し神なんてないとこで俺たちは見事に遊ぶ。ビーズカフェがなくなったって俺は関係ねえぜ、やることをやって PV やっぱり音源出していく、それで街に貢献するのがやっぱり本物の MC でしょ。間違いねえ、どっちが優勝しても酒が狂っているのが岐阜の男、間違いないでしょ。あ俺たちこうやって自撮りやし、だけども優勝まで急ぎやし、これ絶対俺なら止まらない、頭の中まとまらない、だけれどもつかむ MCKRT 終了。どちらか一方必ずその声を聞かせてください。陪審も今のうちにどっちを上げるか決めておいてください。判定いきます。先攻青コーナーマクティ、後攻赤コーナーカット。まずはマクティ、陪審いきましょう。レディージャッジ、青勝者マクティ。